は、エミリンことマツエミです。こんにちは。ヤッピです。ヤッピです。緊急事態です。また緊急事態？あのですね、はい、本日、知り合いの OL の友達に、はい、男の子を紹介してもらいます。お、いいよ。またなんか俺この間もそんなんした気すんねんけど、今回2回目なんですけれども、もともとなんかエミリーチャンネルすごい好きでいてくれてる男の子がいるらしくって、うんうん、その子どういう子がタイプなのって聞いたら、可愛いより綺麗系が好きやねんなって言ってて、もうすでにちょっとだけ飛び級はしてんのよ、はいはいはい、地面からのスタートじゃなくて3階ぐらいからのスタートみたいな、うんうん、でも10階やねんけど、その付き合うとこ、うん、10階だよな。じゃあ7階登らなあかんのか。7階登らなあかんのよ。それいける。なのでちょっと生まれ変わりたくて私、はい、で緊急で、うん、今から来れるって言ってヤッピちゃん呼んだって感じです、はい。でもなんかありがたいことにね、うん、私がなんかデートする時期になんかちょうど提供が来るのよ毎回。嘘くさ。でもよかったね、それでメイクできるんやったら。そうなの、一石二鳥というか。今回はアマゾンさんからありがたいことに提供いただきまして。すごい、アマゾンだって。もう毎日使ってますよ。私毎日使ってます。私の方が毎日使ってます。私結構もうやばいですよ。もうそうなってます。そうなってます。大好きだよ、大好きだよアマゾン。では、綺麗め女子、オッケー、アラサー大人の男紹介大作戦、了解でございます。え、しかも今日ご飯する場所発表します。はい、ドゥルルルルルブン、銀座。やだ。だから今回先に服も見せとくねんけど、うん、こういうなんかちゃんとなんかドレスっぽい服を着ていきます。なるほどね。黒でいく。だからそれで綺麗めって結構強いね。しかも髪色さ明るいからさ。え、でも私思うんですけど、私 YouTube の時って結構海外にイエーイってな感じやん。初対面で会った時にあれみたいな、結構女性らしい方なんだなっていう印象を与えることができたらだいぶ高得点やと思うねん。確かに。なんかここはやっぱギャップなんよ。ギャップで勝負していきたいなって。そりゃそうね。そう。でもなんか俺さ、最近さ韓国ドラマとかめっちゃ見てんの、うん、で強い女いっぱい出てくるやんか、うん、ちょっとすごいいい試合がりにできそうな気がする。マジちゃんみなとか歌いたい。そんなに強くなっちゃう。じゃあもうカットクリスになってくるけど。あそこまでは大丈夫やねんけど、強さレベルで言うとちゃんみなみたいな、なんか前例がないのは怖いかいぐらいは言いたい。ビフォーがちなみに顔こんな感じです。そこまでやろ。ずっと見てたやろ今まで。あと最近の私のプチ悩みなんですけど、なんか眉毛の色と髪色が違うのやな。確かに男っぽい今なんか。そうなの、眉毛が最近決まらないっていうのはちょっと悩みでもあります、まあ、アートメイクはしてるから、まあ、最低限はあんねんけど、うん、馴染んでない感じね。そこはお任せあれ。はい、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。どんぐらいかかる？ん？30分ぐらいだね。マジ？やっぱこだわり出したらさ、うん、3時間弱ぐらい前かかってたから。そうやね。なんか普通のメイクやってもさ、うん、こだわり出したらめっちゃ長なるやん。そうやね。なんかどっからスイッチ入んねんな。そうそうそう。それではメイクタイムでーす。ほっ、ステップ、ジャッピング。何なのか知らんねやろな。まずはこのバズり中のメイクキーププライマー。ガチで崩れへんやつ。これはガチ。うん、ガチなんや。ちょっとこっちも向いて。これを1個仕込んでおくと崩れにくくなりますけど、やっぱりちょっとまだ薄めなので下地も1個つけます。夏は下地多めでファンデーション少なめっていうのを私はモットーにやらせていただいておりますので、美声理性トーンアッププライマー。これ前も止めた方がいける？今はいけてる。なるほど。将来的にはまだ将来的にはちょっと言われるかもね。言われるかもね。ちょっと紫でトーンアップさせます。ちなみに最近のヤッピさんの恋愛事情聞きたいんだけど、なんか大人の恋愛ってなんなんってなってきた。会ったりしたりデートしたりしたんやけど、やっぱさ昔さ、うわ大好きみたいな、うん、あもうしんどいみたいななってたやんか、うんうん、すっごい落ち着いてて、これが恋愛なのか恋愛じゃないのかまず分からへんっていうのは判別ができへんねや。そう、判別できへんくなったのね。自分の中でのスイッチの方とかが分かりやすいぐらい、もう恋愛してますみたいな感じで、そう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 、紹介してもらっていいですか、ね、あ、すいません。今から塗るファンデーションは、はい、ファシオのエアリーステイ BB ティント UV02 番でございます。ライトベージュでございます、はい。ちょっと最近、うちの猫たち、要求泣きを覚えてしまいまして、こっちが相手するまでこっちは永遠に泣き続けます、みたいな感じを覚えちゃったんですね。あ、そういうことね。そう。最近動物病院の先生に相談したら、もう無視してくださいって。だから心を鬼にして無視することを覚えてくださいって言われたから、私は頑張って今無視をしています。これは愛なの。本当は私たち行きたいの。はい。で今、ポンポンされてます。はい。あ、でもめっちゃ綺麗これファンデーション。なんかもうコンシーラーいらずぐらいでこのシミとかそばかすが消えますね。確かに。はい、だいぶ変わりました。結構マットな質感になってるのはファンデーション全然まず塗ってないのと、うんうん、下地も結構そのよれないように作ってるんで、ちょっとこんな感じにしっかりと仕上げております。はい、今日は綺麗めなんでね。そう、じゃあちょっと眉毛からやりますか。はい、
はい、ちなみに、はい、最近の私の悩みとしてはアートメイクはしてるんだけどやっぱちょっと書き足さないと不自然で、はいはいはい、まあ、だからどこをどう書き足したらいいのかっていうのは結構自分で見極めるのが難しいんですけど、あともう一個はやっぱシンプルにさっきも言ったけどやっぱ髪色と合わせるの難しい。なるほどね、眉毛の色と、うんうん、っていうのが自分の悩みではあります。はいはいはい、というわけでね、今ね右眉毛をやったんですよ。なんかうちらちょっと最高の眉毛を作ろうってちょっと試行錯誤しすぎてテンション上がってめちゃくちゃ長く時間使っちゃったので、こだわり出したらめっちゃ長なるやん。この美しい右眉毛の作り方を今から左眉毛でやってみようと思います。てかさ、このさマジここで伝わらへんから一回俺のカメラでさこうあれしていい、それとこうやっていい、綺麗、めっちゃ綺麗、ほんまに言い方やかも。こっち見せて、こっちは見て、めっちゃ綺麗くない？じゃあまずちょっと毛の足りてないところに美声アイブロウソードペンシル&パウダーのベージュアッシュっていう色を使っていきます。はい、で俺はパウダーの方っていうよりかはペンシルの方を使っていきます、うん、でこのソードペンシルって言われてるこういう斜めカットのね芯が出てくるんだけど、それでまあ意識的にでいいから毛を描き足すようにこうシュッ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 ってこうないところ埋めていく感じでね、なるほどね、やっていってくださいまし。気持ち大事よね。そう、気持ち大事、こんな感じですね。あ、すでに結構綺麗ですよ、はい、綺麗ですね、はい、眉尻綺麗にしてあげると人間の眉毛ってめちゃくちゃ綺麗に仕上がるんで、さっきこっち作った眉毛は金に染めてるんですけどこっち染めてない方でやっぱそれだけで全然抜け感が違うんで、やっぱりそれやっていきたいと思います。ビセリシェインスタントアイブロウカラーの BR1 BR1 さっきこれ使ったんやけどめちゃくちゃ使いやすかった。軽くつけただけでもめっちゃ染まるんですごいやりやすいと思います。確かに本当になんかあんま技術とかいらんよな。でちょっと一個テクニックとしてこのめちゃくちゃいい商品出してくれてるんだけど、うん、ビセリシェアイブロウエンハンサー眉周り用コンシーラー、初めて聞いた。やっぱりさっき言ったみたいに眉尻のここを綺麗にした方が、うんうん、眉毛ってすごい綺麗に見えるんで、なるほど、この下のさ、まあ、毛とかもあるし、あとなんかさ、うん、ここに謎にこうくすみができたりとか、うんうん、やっぱいろいろコンプレックスってあると思うんですけど、うん、この眉毛の縁を取っていくようにこれを鉛筆のようにこうね、なるほどね、滑らせて、まあ、俺はおすすめなのは眉尻だけでいいかなと思うんですけど、うんうんうん、これで眉毛のこの幅を狭めたりとか細くしたりとかも、なるほど、だから例えば、うわ、やばい眉毛めっちゃやったって時とかこれで修正できるもんな。これでいい、眉毛の修正点みたいな。でまあちょっとこれを逆にあんまり消しちゃうとあれなんでちょっとこうぼかすぼかしてあげて、でテクスチャー的には結構取れないように硬くなってるんで、はい、ちょっとこう水の含んだスポンジとかで軽くトントントンってしてあげるといいかもね。順調、うん、めちゃくちゃ綺麗、うん、でこの今私が一番気になってるですねビセブローリフトっていうやつがあるんですけど、はい、これの透明を使っていきます。クリアですね、これマジでやばい、うん、これマジでやばい。何がすごいんですか？いやなんかキープ力もいいんやけど、うん、なんかスタイリング力やばすぎて、うん、もうほんまに上向けたらこう上向いてくれるし、なるほど、ね、横にしたら横向いてくれるみたいな、言うこと聞いてくれる、眉毛なんか眉毛を立たせれるみたいなことやね。あ、そう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 、エミリーは特にやりやすいと思うけど俺みたいなこうゴン、あの結構太いんやけど毛が、うんうんうん、けど全然スタイリング力あるんでめちゃくちゃいいです、うんうんうん、でなんか見てもらったから通りこの小回りがめっちゃ効く。確かに、そうちっちゃいから産毛とかでも全然絡め取れる感じ、はい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 、です。でまあ今こう見てもらったらツヤ感とか束感全然ないと思うんで、これでツヤ感束感を作っていくイメージで、はい、まあ、エミリン今回ちょっと強めがいいっていうことだったんで、眉頭をこう上にこう立たせてあげる。でも確かにおしゃれな人とかって眉頭立ててるイメージ。そう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 、ちょっといつもやらへんことをさやるとさ、うん、気分も変わるしいいよね。確かに、はい、これだけでもう全然違う。ほんまや、眉頭立ってる、眉頭が立ってるのね。てか眉毛ほんまにめっちゃ綺麗で、これマジ汗とか皮脂にも強いの。あー、いいですね、夏、そう夏でもいけるっていうね。プールとかさ海とかでもいいよね、水に強いっていうのはありがたいね、うん、あ、そう、あとクリアタイプやから、うん、眉マスカラの上とかにも重ねてるし、あ、OK なんや。そうそうそう、やし、その美容液成分配合してるから、へえ、そう、眉毛自体を優しく保湿できるの。すごいな、めっちゃ便利や。で、まぁ、ちょっと最終こうちょっと調整するためにこのアイブロウパウダー BR1 も使っていきながら、ちょっとムラができたところとかにこうパウダーを置きながらね、最終調整ですね。最終調整していきます。眉毛完成完成。え、いい女っぽいよ、なんかこう、ね、うん、次何いきますか？アイシャドウ。アイシャドウ、はい、アイシャドウちょっと挑戦したいのよね、いろいろ、うん、ちょっとアイラインっぽい感じをやりたい。あー、なるほどね。ちょっと難しいじゃんそれ、うんうん、あんたの顔って、うん、そうね、そうなんですよね。なんかアイラインとかはあんまりそのパキッてするのもともと似合わへんから。似合わへんやんな。そう、昔の写真ボン
ねこれやばいよね。やめて、勝手に出さといてもらっていいかな。じゃあ1個目、ビセリシアのパノラマデザインアイパレット BR4 のこの一番ね濃い色、ブラウンを使っていきます、はい、お願いします。今日はブラウンです、メイク。ブラシにとってこの目の際、ここに塗っていきますね。で結構もうアイラインの線かのように塗っちゃいますよ。あ、なるほどね。でそれにプラスして次このちょっと薄めの茶色を手でちょっとなじませるのね、はい、薄くするために。さっきの境界線の上とかに重ねつつアイホールに塗っていく、グラデーションってやつよ。でアイライン目尻に引いていきたいので、カラーインパクトリキッドアイライナー、これもビセリシェ BR340 番ブラウンです、を目尻、目尻、まあ垂らすとかもせずに横に横に引いていきます。一番大事なのはマスカラよ。ちょいちょ、どうした。だってさ、アイシャドウほぼ塗ってないから、いつもよりはね、うんうんうん、ファシオですね、ウルトラ WP マスカラボリュームタイプです。01番、ま、黒を使っていきます、はい、今またさ、黒使い始めるのが主流になってきてるから。え、そうなんや。そうそうそう、この間石原さとみが言ってたの、うん、毛先だけに塗ると目の輝きを残しつつマスカラできるみたいな。へえ。けど私は根元から塗っちゃうの。すごい、反抗期。涙袋を先に描きます。はい、お願いします。すごいな。うん、待って、めっちゃ可愛い。マジ好きな、私のこと。 No、 急に口説かれちゃったか。今世紀一番ありえない女性。え、でもそれは失礼。本当にありえない。でもそう、私もほんまに申し訳ないけど、やっぴだけはほんま良いかも。うわ、よかったよかった。なんか可愛い。あ、すごい、めっちゃ燃えてんで。めっちゃ可愛いで、ガチ。じゃあこのアイシャドウ代わりにこれ使います。はい、これで三角ゾーンにここ埋めますね。うわ、可愛い。苦手。いつもはここってさ、もうここしか塗らんやん、うん、けどちょっと目のこの真ん中らへんまで塗っていきます。へ、うん、結構塗るんですか。これをやることでちょっとクールな印象。今までさ、モノマネメイクみたいなんでさ、いつもさ、ね、変な時に可愛いって言うからさ、俺の可愛いって結構変やと思われてて。そうね、ユーモアのね、ユーモアの方を可愛いとしてる。そうそうそう、けど今回は万人受けの可愛いをやっと皆さんにお見せできる時が来たわ。ランズ、俺の場合は上からのアプローチじゃなくて、この下にラメを塗ってあげて、うん、結構目の近くに塗ってあげると強制的に目が光るんで、目の奥に輝きがないなら作ればいいじゃないですか、ね、あ、そう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 、上で作るんじゃなくて下で作っちゃうから、うん、さっきのアイシャドウのラメを取って、はい、これをこの目の際に塗っていく。激カワが出来上がる。計算よ全部。上はねこうちょっとシックに、あの大人っぽい女性なのかなと思わせつつ、目は光ってんよこいつ。なるほどね。だから上目遣いとかした時にキラキラキラってなって、エミリンさん好きですってなって、で彼氏ができて、できて、いやでもさ、なんか私やっぱ田中さんの結婚式行ったやん。ほんまになんか良かった。マジで良かったよ。で俺だから最近女性に会うたびにもう結婚してって言ってる。結婚式行きたいから、うん、だから女の友達の結婚式が一番いいかも。女の子ってさ、結婚式に対してさ、死ぬほどさ頑張るというかさ、確かに確かに確かに思い出あるやん。そういうのも見てたからこそ結構うってなった。あー、わかる。目元が今完成しました。こんな感じで、ちょっとちゃんと光浴びて。めっちゃ漏れてるよ。かわいいよ。こんな感じです。じゃあもう仕上げに入っていきますね。ビセグロートリックハイライト、はい、大人の女性と言われれば綺麗なこうツヤなので、ここですね、点で入れていくのがポイントです。点でベタベタになりたくないやん、夏って。ええ、わかります。なので点で入れていきましょう。ここを狙ってるんですよ、私って。ああ、もうつやってほしいんですよ、私。そう、ここって言ってくるんです。そう、すごいな、スナイパーやん、もうここうるさい。あー、うるさい。ここ5回ぐらい連動された。で、さっき綺麗に眉毛作ったんで、眉毛の下はちょっと軽くこうハイライト入れてあげると。ああ、なるほど、パキッとするんや。うん、パキッとするし、まあもうパキッとしてんねんけど、うん、なんかツヤ入れてあげたら余計にいい女感増すというか。で、まあちょっとぼかしていってあげたりすると、点で置いたものも綺麗になじむんで。なるほど。シェーディングもめっちゃいいの見つけました。はい、ビセシェードトリック、すごいね。ビセさん結構もう全部揃ってんね。エミリンはじゃあ今回行くお食事がもう久々ってことね。そうよ、だから前回ぶりやから、うん、でも多分やけどドキドキしてめっちゃ期待していって、それが期待通りじゃなかったり自分の望むものじゃなかったらこっちが傷ついたりするよ、うん、なんかそれを防止するために、うん、あえて緊張させないように、うん、ワクワクしすぎないようにしてる自分がいる。ガチ、うん、そんなうまいことできてんねエミリンって。同じやつでノーズシャドウします、はい。
インスタの DM とかで俺のこと知ってますっていうのを大前提に、うんうんうん、じゃあ会いましょうってなった時ってさ、なんかちょっと違うやん。そうね、普通に出会うのとは違うやん、うん、みたいな時ってやっぱり脈ありになる確率高いかも。マジ、うん、まず最初の関門を突破してるわけやん。そうだって、コンプレックスやんか。そう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 、そうなんだよ。何してんのってなってる、もしかして、うん、なんか見られない動きしてる、ちょっと今回やる技がありまして、はい、綺麗な人って鼻が四角なのね。へー、影がの入り方がこう直線に入ってんの。こう知らんかった。だからここを直線でこう入れてあげるね、濃いシャドウを。すごい、鼻の形めっちゃ変わる。またこのブラシとかでそれをぼかしてあげる、はい、下にぼかしてあげて、はい、で次こう縦にこうお絵描きやん、上に行くようにしてもらうと鼻がこうマジで変わる。うーん、でさっきハイライト入れてるから余計にこう変わるから、ここはちょっと入れてもらった。めっちゃ鼻高く見えるくない？チーク何色がいいですか？お任せします。わかんないんだよね。ちょっと視聴者の人に聞こう。1番、2番、3番、4番だとして皆さん、うん、どれがいいですか？なるほどなるほどなるほど、うん、そうですよね、わかります。はい、言ってみよう。はい、皆さんありがとうございました。今集計の結果2番ということになりました。どうしよう、コメント欄なんか全然違うかったら多分何でも似合うと思う。エミリン今日めっちゃ褒めてくれる日やん、珍しく。いや、ちょ、自分が作った作品のエミリンはやっぱ可愛い。自分が作った作品のエミリン、そうすごいな、パワーだよな。めっちゃ良き。いい、さすが視聴者。あら、ありがとう視聴者さん。うん、なんかイメージはシェーディングこう塗ってます、うん、こうハイライト塗ってます、でそのそれを全部ぼかすぐらいの位置でこう間入ってくれる人や。代理店みたいなことをチークがしてくれる。あ、そうそう、チークがガチ代理店あ、いい、綺麗色も。めっちゃ可愛い。リップは、うん、見て、粘膜、あ、粘膜フェイクルージュやって。へぇー。PK、850。それめっちゃ流行ってるんじゃない？可愛い色。あ、確かに、これぐらいでやってた方が抜けるね。うん、目が強いからさ、はい、広角上げには、このシェーディングの真ん中、細いブラシで、ちょっとだけ半開き。影を、はい。あら、驚き。広角がギュイッと上がりました。はい、以上です。完成です。完成。いや、めっちゃ漏れてるかな、ほんまに。激かわ。てか、すごいよ。マジで大人になった。え、先生今さ、ニューってやってる唇。うん。普通でそんなに上がってんの。確かに上がってるな。めっちゃ可愛い。はい。ちょっと最後着替えて。はい。はい。参ります。タイムスリップ。いやーん。というわけで今から私、お食事に行ってきます。こんな感じで。でもめっちゃ漏れてるくない？漏れてる。これで、なんか、はじめまして、みたいな、エミリンでーすって言ったらなんかさ、うん、なんか動画で見てるよりも。こう実物の方がいいかもってなってくれそう、うん、なってくれる絶対。あ、写真撮りましょう。プシャ、あ、写真送りたいんで LINE 聞いてもいいですか？あー、嬉しい、ありがとうございますって感じで行かせていただきます、うん、ちゃんとやってきて。やっぱりね、私のお気に入りポイントはいろいろあるんですが、まあ、眉毛はまずやっぱすごいよね。めっちゃいい感じで、垢抜け眉毛って感じですごい可愛いなと思うのと、うん、あと涙袋もいい感じに描けた。涙袋いい。これ何で描いたの、涙袋？これはそのアイブロウのパウダーで描けました。すごい、結構綺麗に描けてるし、うん、リップの色可愛かった。 PK850、これも可愛かったのでおすすめです。でですね、今日メインでがっつり紹介させていただいたこちらのビセブローリフト、こちらが8月21日から発売されるものでございます、はい、だからうちら先に使わせてもらっちゃったね。そうね、そうね。で、今この動画公開されるのが、まあ、ちょっとその前後になると思うんですけれども、うん、まあ、おそらく発売されていると思います。ぜひお買い求めください。そうね。で、はい、今回提供が Amazon さんですよ、うん、で Amazon さんでももちろん買えます。そう、でしかも Amazon で買うと、まあ、暑いじゃない、うん、出かけなくてもいい、家にいるといい。私よく使うのは重いもの買うとき、お水定期購入してんねんけど、最近なんか優しくて Amazon の配達員の人、うん、なんか中まで入れましょうかって言って中まで入れてくれんの、重いですよねつって。優しくない？日用品とかさ、 Amazon で買うのが一番いいよな。そうね、確実に届くし、うん、早いしみたいなので、すごいおすすめです。まあみんな知ってると思うから、 今更 Amazon さんの宣伝されてもって感じだと思うねんけど、もうまあね、うん、もちろんいいのでAmazonさんでぜひご購入していただけると嬉しいです。お願いします。詳しくは概要欄に貼っておくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、私がなぜこんなにも早口かと言いますと、もう時間がないからです。そうね、髪の毛やらな感じな、はい、そう、今から髪の毛やって、で今からおデートに行って、ほらもう暗くなってきちゃった、うん、少しずつね、2時間ぐらいかかってるからね。結構疲れた。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。これからも末永くエミリンチャンネルよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。頑張ってね、エミリン。行ってきます。ハバナイステイ。チャンネル登録よろしくね。疲れ。ほな帰ってくれる？いい加減にしてもらっていい？